寝てるよ。なんで？返事送るよ。恐れ入ります。6時でもここ。はい、すいません。決めます。あ、もうそっち決めたもん。はい、あっちから。はい、行くよ。寝て。はい、すいません。寝て。寝てるよ。グレイ。ちゃんとハチワレちゃんに言うてね。始めるな。切れさせて。切れるとこ見たいと思ったのに。噛まれるとこ見たい。こうちゃん。こうちゃん得意やろ。もやだったわ。やられんかった。やられました。ああ、そうみたい。先週。猫はさっきの猫を追いかけよった。茶色いの。ジロカリンジロカリンふうたあ、怖い。何食べてるのか。
ましょう。
この後、台風が北上してくるのに伴って、九州に突入してくるわけですけれども、それに連れて、暴風の範囲も全般に広がっていくという状況です。これに伴って、最も台風が接近しているのです。不要不急の外出を控え、屋内では窓から離れるなど、暴風に厳重に警戒を行います。次は波浪警報注意報の今後の推移です。こちらも、本日11日の発表です。揺れを伴った高波に高潮に厳重に警戒が必要です。先ほどの暴風よりも広い範囲で揺れから警戒が必要となっています。また、台風接近時には潮位が高くなり、海岸や河口付近では浸水や冠水の恐れがあります。なお、潮位が堤防を越えなくても、潮位が高くなると、波が堤防を越えて浸水するので、波が堤防を越えて浸水するので、台風の場合は、教えてください。カリン。工場の方はうまくやる。無理やり馴染もうとしないこと。あとは誇りの思い。誇り。私は工場に付いたことを誇りの思って。